フェイシャルエステフルコース体験、今日はフェイシャルエステをしていきたいと思います。ありがたい。お肌の老化があるわけですよ。です。ありますね。あります。いやー、これ日本でやったら高いですよ。本物のエステティシャンです。エステティエステティシャンです。はい。なのでお悩みとかがあったら先に聞いておきましょう。最近は、結構暑いので、まだ9月とはいえ、暑い日が続いてますので、皮脂の汚れだったりとか、毛穴の汚れがここと鼻かな、毛穴の開きとか、私くすみがやばくてクマもすごい。それを改善したいですね。わかりました。まず最初にね、やっぱり夏は汚れがたまりやすくって、特に暑いと毛穴がすごい開くのね、で寒いと引き締まるじゃん、でそこでファンデーションしたりとか、お化粧してその汚れが毛穴の中に入って、それがどんどん時間経つと黒ずみ、酸化して黒くなっちゃって黒ずみになるの。毛穴の黒ずみはもう酸化なんですよ。なるほどね、はい、勉強になったわ。黒ずみができる原因っていうのはクレンジング不足なんだよね。今日はしっかりクレンジングをして、汚れをもうリセットしましょう。リセット。今日は一押しのこちらを使います。え、たったなーたったなー、ロゼットゴマージュでーす。敏感肌用のね、洗顔とかをすごい出してて人気のブランドで、今日はね、このゴマージュバージョンを使って夏の汚れを落としていきたいと思います。はい。すごく定番アイテムで、中国にもたくさん売ってます。中国では結構偽物が多いみたいで、ロゼットのこのパッケージが新しくなったので、今回はこの新しいパッケージの方を買ってみました。やっとポロポロしてきた。してきました。あ、結構ゴマージュ終わりました。え、結構綺麗になってる。声がプルプルしてる。すごい。してるね。目大きくなってるね。つるつるだね。つるつるになりました。ありがとうございます。あ、最後に。すごい。すごいっす。はい、終わりました。こんな感じで生まれ変わりました、私。どうですか？鼻とかもさ、すごくない？つるつるじゃない？つるつる。顎が尖った。ほんとむくみが、目も大きくなったかな。ということで、はい、今日はね、このロゼットのゴマージュを使ってみたんですが、角質がすごいね、取れるのに潤いがそのままっていう感じで、かかとの角質とか肘の角質とかにも使えます。いいかも。いきたいと思います。あ、もう病気肘なんて出てます。角質が赤ちゃんのお尻みたいになってる。あ、ツルツル。うん、すっごいツルツル。肘すごい。てか全身、これ全身やりたい。やりたい。お、すごい綺麗になった。すごい、取れました。すごい、やばいね。キッキしてる。またのご来店をお待ちしております。4200円になります。高っ。でかっ。タオルでかっ。